こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は未来力、10年後の世界を読み解く51の思考法について解説していきます。ある人々が未来をイメージした先に僕たちの今が作り上げられています。例えばアメリカがアポロ計画で人類初の月面着陸を成し遂げたのは1969年です。その計画を1961年にケネディ大統領が発表した時は、人を月面に送り届けるための技術はまだ存在していなかったです。月に行くという目標は飛行機を少しずつ改良した先に成し遂げられるのではなく、これまでにはなかった発想やイノベーションが必要になります。その意味でケネディ大統領があえて10年以内の月面着陸を目標に掲げたのには、乗り越えるべき壁を明確にするという意思があったはずです。ケネディ大統領の宣言によって技術者たちは月に行くという長期的なビジョンをイメージできたはずです。長期的なビジョンは中期的な課題を見やすくし、短期的な課題を浮かび上がらせます。未来のイメージが提示されたことで、人とお金を集中させる場所が浮かび上がれば、技術が革新される準備は整います。そしてイノベーションが繰り返されたことで、人類の月面着陸という大きな偉業も達成されたわけです。物事を成し遂げるとき、問題になるのは目の前の壁の高さや数ではないです。その壁が見えるかどうかです。乗り越えるべき壁さえ自覚できれば、僕たちは前に進もうと動き続けられます。未来を描くことこそが社会を進歩させて前進していくために必要な人類の原動力です。一方で日本はどうですか？戦後になってハードウェアの時代が到来すると、製造業や鉄鋼などの素材産業の分野で大きな強みを発揮しました。しかしオートメーション化が進んで、2000年代に入ってAI の技術が進歩すると、製造業は世界的に一つのパーツに過ぎなくなりました。中国製の方が価格も安くなり、経済を支えてきた産業の競争力が急速に失われていきました。日本は今その状況に長く苦しんでいます。今回はそんな日本社会において未来を想像し、新たなイノベーションを起こして現状を打破していくために必要な発想を7個紹介します。この動画がためになった、参考になった人はぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、テクノロジーを新結合させる。社会やビジネスにおける未来を語る際に繰り返し登場する概念にイノベーションがあります。イノベーションという言葉を聞くとき、 iPS 細胞のような新しい医療技術や、ブロックチェーンのような新しいアルゴリズムや、量子コンピューターのようなテクノロジーなど、これまでになかった発明と想像しがちです。しかしノーベル賞を受賞するような発明はイノベーションと言われます。僕たちの未来を作っていくイノベーションとは、新しいもの同士を結合させる発想のことです。例えば僕たちの生活を大きく変えた iPhone は、音楽と電話やインターネットという既存の技術の組み合わせです。経済学者のシュンペーターは、イノベーションこそが経済成長の主因になると考えました。日本の長きにわたる衰退の背景にはイノベーション不足が挙げられます。最近も日本独特の応印という慣習がデジタル化をめぐる議論の中で問題になりました。印鑑だけでなく、未だに対面でのやり取りや書面交付の原則にこだわり続けるような環境も、イノベーションを阻害するものの象徴的な事例です。シュンペーターは創造的破壊という言葉を使いましたが、創造のためには常に破壊が必要です。日本はこれまで世界でも存在感のあるイノベーションを生み出してきました。しかしそれらの技術を結合してイノベーションを起こしていく仕組みや環境づくりをしてきませんでした。 DVD や光ファイバーといった技術は開発できても、それを iPhone のような新結合型の商品につなげるビジネスイノベーション力や国際展開力が圧倒的に不足しています。
今後さまざまなテクノロジーの新結合によって新しい世界を作り出していく力はさらに重要になっていきます。イノベーションが起きやすいガバナンスの仕組みをいかに構築していくかが未来を作り上げていく上で重要になります。2個目、アントレプレナーシップを持つ。アントレプレナーとは実業家という意味です。実業家とは自らリスクを取って新しいことを実行していく存在のことです。リスクを取って世の中を変える人物こそがどんな時代においても未来を作っていきます。アントレプレナーは技術の使い方や組み合わせによってこれまでにはなかった新しいサービスやアプリケーションを生み出し世界を変えていきます。こうしたアントレプレナーシップのパワーを最も信じているのはやはりアメリカです。ビル・ゲイツやマーク・ザッカーバーグや一般的には発明家と呼ばれるエジソンも技術の使い方によってイノベーションを起こしたという意味ではアントレプレナーです。実際に世界の時価総額トップ50の企業を見れば半分以上はこの30年の間に設立された会社であることがわかります。アントレプレナーシップを発揮してきた人々がアメリカのエンジンとなってきました。それに比べて日本はどうかというと、政治家や官僚が未だに経済や産業をコントロールしようとしています。そのため少しでも新しい試みをしようとすると、失敗は許されないと圧力がかかって潰されかねないのが現状です。株式マーケットも企業に対してどうしても安定的な経営を求めがちです。思い切った事業内容の変更も危機にさらされて初めて行われます。しかし今の時代はそれではあまりに遅いです。様々なテクノロジーの分野で革新が起きつつある今は世界の定義が変わろうとしている時代と言っても過言ではないです。通貨の定義や金融の定義、コミュニケーションの定義、そこに新型コロナウイルスのパンデミックが加わって人間の価値観も根底から揺さぶられています。明治維新や敗戦に続く激動の時代だからこそ、この日本において社会の変革をドライブするアントレプレナーシップの重要性はいよいよ増してきています。どうやってアントレプレナーシップを生み出し育て、彼らが活躍できる国にしていくのか、それが大事です。3個目、スピードと失敗を評価する。日本社会はまだまだベンチャーに対して怪しげなものというイメージがあります。その裏返しとして多くの人が抱いているのが、大企業はしっかりとしていてなんとなく安心という感覚です。しかし現実を見渡してみればわかる通り、今未来を率先して創造している企業は全てベンチャーがメガベンチャーに成長した企業であるという事実を忘れてはいけないです。なぜ世界をリードする企業は決まってベンチャーなのかは、何よりもスピードを重視して事業を展開していくからです。企業が大きくなればなるほど様々な制度が組織の中に生まれ、仕事の承認プロセスが複雑化していきます。また大企業では何らかの新しいビジネスの試みが成功したとしても、担当者の給料が一気に上がることはないです。一方で市場への挑戦者であるベンチャーはリスクを積極的に取っていかなければ成功できないです。アメリカでメガベンチャーが次々と誕生するのは、そのために必要なスピードを高く評価する社会だからです。またアメリカのベンチャーをめぐる環境について考えるとき、もう一つ重要なのが失敗に対する捉え方が日本と異なることです。アメリカのベンチャー企業の経営者たちは事業の失敗を全く悪びれないです。一方日本は起業家が事業に失敗すると申し訳ありませんと投資先に頭を下げます。しかし彼らは同じような場面で至って平気な顔をします。投資家もまた次は頑張ってという雰囲気です。そこで起業家と投資家の双方が共有しているのは、その失敗こそが大きな学びとして評価されるべきだという考え方です。起業家は失敗を次の成功のために生かそうとし、投資家は失敗を称賛することさえあります。
投資家が失敗を経験した起業家を評価するのは、それがまさに未来を構想してイノベーションを起こす新しいアイデアの源泉になるからに他ならないです。彼らの事業にとって失敗は糧であり、それが花開いた際の伸びしろの大きさを投資家たちはよく理解しています。さまざまな成功は失敗と表裏一体のものであり、その両者が混じり合うダイナミズムこそが新しい世界を創造していきます。4個目、移民を受け入れる。日本では技術者の不足が問題になっています。日本の情報工学専攻の卒業生は1万人から1万5千人程度であるのに対して、アメリカでは約40万人、中国では約100万人、さらにインドでは約200万人という規模です。少なくともコンピューター関連のエンジニアは世界に数百万人いるうちの1万人程度しか日本では生み出されていないです。国内で工学教育に力を入れたり少子化対策をすることは大切ですが、実は日本の技術者の不足はもはやそうしたレベルの話ではないです。この課題を乗り越える唯一の方法はやはり移民を受け入れていくほかないです。日本には海外から人を呼び寄せる観光に活路があります。人々はそれなりにオープンで親切、食べ物も美味しく街も綺麗で、物価も欧米に比べれば安いし治安もいいです。もちろん日本語という言葉の難しさはありますが、外国人がこのようなイメージを抱いていることは今なお日本という国の大きな長所であり魅力です。幸いにも日本で働きたいという外国人はまだまだ多いです。しかも今最先端を走っていたアメリカが内向きに閉ざした国になりつつあります。日本にとってはチャンスです。移民と技術者の不足は未来を見据える上で非常に重要な課題です。5個目、支持行動型の日本の教育を見直す。アメリカ型の思考力を大切にする授業に対して、日本はアメリカ型とは全く考え方の異なる支持行動型の教育です。小学校や中学校、高校までの教育の目的は基本的な人間形成や特定技能の習得やリーダーシップの育成です。その中のどの部分に力を入れるかが学校教育の大きな方針となります。アメリカではその点の目標設定が明確です。国として論理的思考力を重視し、最低限の語学力と理数系の能力を培おうという方向性があります。物事の背景について深く掘り下げたり議論をしたりしながら考える力を養っていこうとしています。アメリカの教育はエリート教育とその他に二分化されています。すべての学校が優れているわけではないですが、決してお金持ちだけがエリート教育を受けることができるわけではないです。実際に奨学金などの制度は充実していて、例えばスタンフォード大学は家庭の年収が1500万円未満の学生は授業料が原則無料です。アメリカでは大学が独自のファンドで自由に資金を運用していて、ハーバード大学は6兆円の資金があります。そうしていた資金を若者たちの未来に投資しています。一方日本の教育では日本史や世界史が暗記科目のように扱われています。授業でいい国作ろう鎌倉幕府と語呂合わせで年号を覚えさせる教育です。知識をただただ暗記することに意味はないです。もし日本の教育が深く考えさせる教育という視点で授業が設計されていたら、暗記を重視したりはしないです。鎌倉幕府が成立した時代背景や中世の社会の特色や価値観などを学び、このトピックについてあなたはどう考えるか、未来に向けてどんな考えを導き出せるかという問いかけがなされるはずです。日本史の暗記や中国人でも読まない漢文を読解することに疑問を持たなければいけないです。国語、数学、理科、社会のテストをして人より多くの正解を得ることが本当の能力ではないはずです。グローバル競争が激化する時代に求められるのは論理的思考力に他ならないです。
6個目、英語教育を問題視する。グローバル社会において日本の学校教育には重大な問題があります。英語教育がひどすぎる点です。英語は今小学校3年生から授業が始まります。大学までにおよそ2000時間もの学習時間が与えられるにもかかわらず、日本人の多くが英語の日常会話すらできないです。これは英語教育の内容に大きな問題があるからです。基本的に言葉の勉強は喋る、聞く、読む、書くの順でやるべきなのに、日本では書く、読むが先です。教師の問題もあります。もともと英語教師の基準は英検準1級程度でしたが、教師が足りなくなってしまい、ハードルが下がっています。このレベルの教師がいくら教えても生徒の英語力は上達しないです。学校の授業では最初は英会話だけをやればいいです。そのためには本当に英語を話せる教師の存在が不可欠になります。英語教師は外国人にするか、TOEFL や TOEIC を活用した高い基準を設けて、教室から英語をきちんと話せない英語教師を排除していく必要があります。もしこれが企業であればどうかを考えてみてください。言語や会計の勉強の機会を社員に用意して100時間かけて効果が出なければ経営者は失格です。それと同じような状況を文科省は英語教育に関して続けています。これは明らかに税金の無駄遣いだし、子どもたちの未来を奪う行為です。グローバル社会において日本の未来を担う子どもたちの教育とはどうあるべきか、論理的思考力と英語力をどうやって育んでいくのか、日本の将来のために本気で考えるべきです。本当に意味のある使える英語教育に国家レベルで取り組むことは今からでも遅くはないです。日本のすべての子どもたちが普通に英語をストレスなく使えるようになったら、ビジネスだけでなく外交、文化、観光、さまざまな面で日本がさらに強くなります。実践的な英語教育を掲げる国の姿勢は、日本の未来の方向性を指し示す力強いメッセージにもなるはずです。7個目、教養を身につける。世の中の動きを見る上で大切なのは教養です。僕たちの生きている社会は非常に複雑である一方、様々な出来事が同じパターンで繰り返されています。世の中がどのように動いているのか、あるいは過去に起きたどのような事柄が現在を生んで、それが未来にどうつながっているのかは、経済学などの理論だけを机の上で学んでいては見えないことが多いです。そうした大きな流れを自分なりにイメージしていくためには、ある一つの分野への専門性によらないフレームワークが必要です。フレームワークを作るために不可欠なのが教養です。あなたの内側にフレームワークがきちんと作られていると、物事に対する感度が高まっていきます。例えば新型コロナウイルスの流行に対して、2度の世界大戦や蒸気機関の発明といった過去の歴史的な出来事を対比させて、その時人間の行動や社会がどう変化したかを考えて、共通点や相違点を挙げていって思考を深めます。そうやってウイルスが流行した社会の未来をイメージすることが大切です。こうした自分なりのフレームワークを持つことの重要性は、特定の誰かに限ったことではないです。ブロックチェーンの技術や AI の発達したビジネスの世界では、どんな現場であっても未来を予測する思考が何より重みを持ってくるからです。みんなが多様なメディア記事を読んで、経済、政治、社会、文化、科学の情報に幅広く触れることが不可欠です。世の中の様々な動きに触れて、時には歴史にも遡ってみることで、ユーザーのニーズをつかむことだってできるし、世間をあっと驚かせる商品を生み出すこともできます。ビジネスの現場にこそ教養は生きてくるものです。教養あってのビジネスやイノベーションです。解説は以上です。日本は戦後製造業で一世を風靡し、世界トップの国になりました。それは時代にマッチしていたのがたまたま製造業だったからです。今製造業は中国を筆頭に海外にシェアを奪われつつある状況です。
また少子高齢化や円安や物価高騰など時代の流れに応じて様々な問題が日本国内を取り巻いています。インターネットが台頭し IT の技術がどんどん向上してきて AI が誕生しました。アメリカの IT 企業が世界を取ってそれに続くように中国経済がどんどん伸びてきています。そんな時代が変化する時代に昔のような考え方や働き方をしていては時代から取り残されてやがて廃れていきます。日本国内に優秀なビジネスパーソンがいなくなって昔から変わらない考え方で日本経済を回すことになります。あなたの未来はあなたが変えていくべきです。日本が国を挙げて路線変更するにはまだ遅くないです。明るい未来を迎えるためにまずはあなたが発想を変えてください。今回の解説が良かった、ためになった人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。